皆さん、こんにちは。今回はですね、小倉祐二先生が書かれました、ここから始める数学1ドリル、数学 A ドリル、2冊のね、えー、参考書を紹介させていただきたいなというふうに思います。えー、こちらですね、学研から出されている参考書でして、えー、小倉祐二先生が書かれました。小倉祐二先生というのはですね、 えー、合塾、あるいは N 予備校、N 高校なんかでね、教えられてる先生ですけれども、えー、こちらが実物です。ここから始める数学1、そして数学 A の、えー、ドリルということで、えー、まあ、分厚さは1センチぐらいですかね、えー、そのような本になっています。小倉先生はですね、まあ、本当にいろいろな参考書を、えー、書かれているなど、もう多方面でね、えー、活躍されている先生ですけれども、今回、 書かれました、えー。ここから始める数学1ドリルというのはね、名前の通り、えー、初学者向けの本当に基本を丁寧に、えー、学習できるような参考書ということになっております。えー、簡単に言いますと、まあ、このようにですね、えー、見開きでそれぞれの単元、項目をですね、学んでいくというようなスタイルになっています。 はい、えー。今回はこちらの参考書のね、えー、特徴などを紹介していきたいなというふうに思うんですけれども、ポイントをね、一言で言うならば、一週目にやるべきことを学ぶ参考書っていうふうに、えー、説明できるんじゃないかなというふうに思います。まあタイトルにもここから始めるっていうふうにあるようにですね、まあ教科書の本当に基本的な内容を一通り学ぶようなものなんですけれども、やっぱりそういう教科書であったとしてもですね、まあ最初にその単元習うときに学ぶべきことと、 えー、その次の難易度で、その後に学ぶべきようなこ,こと、内容もあったりするわけですよね。で、えー、数学が苦手な人が、例えばそういうのも含めてですね、ね例えば場合の数を習い始めたと、ねえー、難しい内容まで、えー、一周目、最初の段階で、初学の段階で勉強してしまうとどうしてもやっぱつまず ちゃうなんていうことがあったりするわけなんですけど、こちらの参考書は、えー、そういうような一周目に学ぶべきこと。で、ある程度馴染んできたら、えー、次に学ぶべきことっていうのを区別した上で、えー、そちらの最初の方ですね。えー、最初、一周目、二周目ではなくて、一周目に、えー、学ぶべきことを、えー、きちんと最低限学ぶっていうような、えー、目標の参考書と。 いうことになっています。まあだからね、まあ例えば場合の数で言ったら、まあ重複組み合わせですね。あの H 使うやつ。えー、あれなんかは、まあ入試とかではね、えー、結構ポイントになってきたりするけれども、まあ、そういうの載ってません。あるいは、2、えー、次関数なんかでも、えー、定数 A、ね、え、定数が入ってきたような、 最大最小の場合分けなんかも、この参考書書かれていません。まあそういうような形で、まあ内容ある程度取捨選択された上で、基本的なものを最低限学ぶというような本になっております。まあなのでね、春から高校に入学して数学勉強し始めるぞ。 なんていう人には、とてもおすすめな本かなというふうに言えると思います。じゃあ、それぞれどのような項目になっているのかというのをね、簡単に説明させていただきたいなというふうに思います。こちらに紙面をね、 え、載せているかなというふうに思うんですけれども、先ほども説明したように、それぞれの単元ごとに、項目ごとにですね、見開きで完結して学べるような仕組みになっています。例えば、今回例に挙げさせていただいたのは、同じものを含む順列の項目ですね、数学 A の場合の数の内容です。まず左上。 にね、ポイントととななるようなことが書いてあります今回で言えば、まあ、こちら同じものを含む順列って公式があるんですけれども、そちらについて解説した内容になっています。公式、それぞれの公式もね、限られた紙面ではありますけれども、まあ、今回のね、ように、きちんとね、なんでその公式が成り立つのかというのをね、可能な限り説明しています。 ね、この同じものを含む順列ってどうしてもこの公式をね、丸暗記して、えー、それをね、えー、使ってしまうというのがまあ、最初はね、えー、そういうふうなことになってしまいがちですけれども、えー、なんでこれね、例えば同じもの3つ、同じものが入ってたらなんで3の会場で割らなくちゃいけないのかっていうことがね、えー、説明されてますね。まず全て区別してから、その区別をなくす。 ね、その区別をなくすときに、今回で言えば、AAABBC って並べられてるので、3の解け ×2 の解状、12通りが1個になっちゃうということで、12でわるわけですよね。まあ、そんな感じで、公式をきちんとね、理解する上で重要なところになってくるポイントをね、うまく掴んで説明されていますので、非常にね、ポイントを押さえて内容を学ぶことができるんじゃないかなと。 いうふうに思います。はい。えー、そして左下。左下は、ねえー、例題になっています。えー、例題はですね、えー、必ず、えー、こういうふうに穴埋め形式になっています。えー、穴埋め形式になっているので、まあ、すぐ下に、ね、答えがあるんですけれども、まあ、穴をね、えー、最初はそういったことで具体的な問題を解くことができます。はい。で、右側は、えー、演習のページになっています。基本的にはそのね、穴埋め形式だった、まあ、例題に沿った ま、演習の問題がついています。こちらはまずね、えー、きちんと例題で学んだことを自分で再現できるかというための問題です。えー、従って自力で解けるのが望ましいですけれども、わからなければ、まあ、答えを見ながらでもいいので、えー、学んで、えー、そしてまた、 2回目解き直すとか。まあ、そんな感じでね。こちらの部分はね、答えも参照しながら、まあ、学んでいきましょうというようなための問題になっています。そして必ず右下のね、一番最後の部分にはですね、チャレンジ問題っていうのがついています。このチャレンジ問題というのは、まあ、名前の通りチャレンジです。もう可能な限り、できるだけ自分で考えましょうっていうような問題です。でここの答えをね、えー、見るのではなく、自分で考えるということです。 で、まあ、チャレンジと言っていますけれども、まあ、そこまでぐんと難易度上がるわけじゃありません。ほんのちょっとだけ難易度が上がった問題に挑戦するということで、全くわからないなんていうこともないでしょう。えー、少し自分で考えればわかるような問題がね、えー、載っておりますので、えー、こちら、えー、解けることによって、まあ、達成感もね、あって、えー、ちょっと勉強が楽しくなるというような作りになっているかなというふうに思います。 はい。と、えーえー、いうような感じで、えー、答えを見ていい最初の学習のための問題と、自分で考える、ね、自信をつけるための問題がね、ね、えー、こういうふうに役割が明確にね分かれていますので、えー、そして、ね、その見開き2ページが、えー、一つの項目となって、えー、たくさん並んでいるので、まあ、非常にね、取り組みやすい参考書になっているかなというふうに思います。 え、項目ごとに分かれているので、スケジュールを立てて進めやすいですし、学習内容も簡単にまとまっていてね、復習の時に見るのもね、非常におすすめな本かなというふうに思います。そしてですね、最後、この参考書が全部解き終わった後に特用の終了判定模試っていうのがあります。 参考書っていうのは、まあ、取り組んだはいいんですけど、果たしてじゃあ自分はもうこの参考書を終えて、次の参考書に移っていいのかっていう、その判断って結構難しいところがありますよね。どんな参考書にしてもね。で、このシリーズはですね、終了判定文字というのも設けておりまして、こちらですね、開いてみると、ここにね、えー、文字が付いてます。 この申しを解くことによって、こうなんか切り離せる別冊みたいな感じになってるんですけど、この申しを、ね、え解くことによって、それで点数を確認することで、よっしゃ、この参考書はもう大丈夫や。ね、次の参考書に移ろうっていうような、えー 基準となるね、えー、ものがついております。学校の定期試験みたいなものかもしれませんけれども、えー、そんな感じでね、非常に学習設計がしやすいね、参考書になっているかなというふうに思いました。はい、ということで今回は小倉祐二先生が書かれました。ここから始める数学 1A2 冊の、えー、ドリルをね、紹介させていただきました。 こちらのシリーズはですね、シリーズ自体は例えば英語とか現代文とか古典文法とかね、まあいろいろあるみたいですので、よければそちらもチェックしてみてください。紹介は以上となります。ありがとうございました。